いや、そろそろね、皆さん、はい、このまさしく5人はイオダズ、5人いるわけですけれども、はい、そろそろクイズ王を決めようと。あ、そう、クイズ王ですか。そろそろクイズ王、なんか聞いたことある。そろそろクイズ王を決めようってことでね、今回決めなくてもいいんじゃないですか。そんな興味ない。そんな興味ない。5人だよね。じゃあお前ら企画考えてきてくれよ。すいません。リアルな感じ。はい。というわけで本日はまさしく5人はイオダーズのクイズを決定すべきですね。私、澤添光出題者になりますので皆さんにクイズを答えていただきたいと思います。はい。クイズはウミガメのスープ。有名実況者さんたちがやってるやつですね。ルールとしてはこれ、はい、サーソベにはいかいいえで答えられる質問を聞いて絞り込んでいって、で、まあ答えた人がいいってことだよね。そうですね。ウミガメのスープは答えればいいってことだよね。はいかいいえで答えられる質問を回答者の皆さんが私にしてそれを答えていくという感じでございます。まだね、基本的にはまあ、はい、この答えを求めようとせずに、まずは質問からしていった方がいいんじゃないかなと思いますね。このクイズ、最終的にクイズ王になった方には、なんと、私、澤添光から豪華な景品がございますので、マジで？皆さん、優勝を目指して頑張って、てください。よし、でもこれはもう景品ゲットしないとね。いや、まさかスイッチがもらえるとは思わなかった今入手困難。それすげえな。なんだろうな、意外なスイッチが。なんだろうな、なんだろうな。俺まだ持ってないから。静岡が今欲しいもの言っただけだよはい、それではじゃあ出題していきたいと思います。それでは問題、ドン。DNA 鑑定の結果、ウミオとカメオの間に親子の関係は認められなかった。それでもカメオはウミオが実の父であると確信していたという、一体なぜ。はい、答えて。うん、はい、質問です。はい、ウミオとカメオは人間ですか。あ、俺もそうでしたか。はい、人間です。おいいよ、初めてにしてはいい感じの質問出てきたね。っていうか、まあ、ウミオとカメの時点でちょっとなんか人かっていう感じがするからそうだよね、ちょっとそっちにね、なんかでも人間なんだな。人間ですね。人間同士で、人間同士の DNA 鑑定をしたってことですよね。はい、ウミオとカメオのオがなんとかオって、なんか男って書きそうだけど、オスの方の漢字になってるのは何か意味がある。ないです。太郎と次郎でも問題ございません。なるほどね、はい、名前は関係ありません。ない。あ、はい、了解です。なんだろう、実の父である確信してどんどん質問してった方がいいと思う、はい、うん、DNA 鑑定の結果、はい、質問です。あ、はい、鉄道くん、 DNA 鑑定は2000年以前に受けましたか。どういうこと西暦2000年以前に受けたかっていう質問です。なるほど、その質問に関しては、分かりません。分かりませんか関係ないですけど回答とは関係ない。あ、まあ、DNA 関係の精度がどうかっていう話は関係ない。そういうのがなんか2000年前後であるんですね。なるほど。2000年かどうかは分かんないけど昔は精度が低かったっていう話。ああ、なるほどね。この DNA 鑑定の精度とかは関係ないですね。この問題文の通りです。DNA 鑑定をしたら、この二人に親子の関係は認められなかったんですね。DNA 鑑定の結果。うん、それでも、カメオはウミオのことが、あ、父ちゃんだよと確信したというね。ん、ああ、わかんねえな何を聞けばいいのなんか質問がどうすか。これね、これはね、あのね、全然関係ない質問をしていくと意外と答えに近づいていったりすると思うんで、もうみんなで全然関係ない質問をしていくべきだね。ウミオとカメオは一緒に住んでいますか。わかりません。関係ない。関係ないですね。一緒に住んでるかどうかは関係ないですね。ウミオもカメオも男ですか。あ、これなかなか意外といい質問かもしれないな。まあ、ちょっとこの問題文しか私見ておりませんのでわからないけれども、男同士、父と息子で考えてもらうと非常にイメージがしやすいかもしれない。じゃあ伊達から質問で。伊達、はい。全然あれだ、質問かもしれないんだけど、カメオよりウミオの方が年上ですか。
カメオよりウミオの方が、いや、この問題文通りだね。ウミオ、要するに、カメオが地中だと確信したウミオの方が年上ですね。なんだ、何を聞けばいいんだろうな。何を聞けばいいか、さっぱり見当が。じゃあ、歳三から質問ね。あ、はい、お願いします。実の父っていうのは、はい、生物学上の父ですか？はい、そうです。生物学上の父である。ああ、マジか。生物学上の父か。じゃあ違うのしたら、じゃあまずヒントというか、まあ話をまとちょっと今のところで確定しているところをまとめますと、これも問題文の通り、はい、ウミオとカメオは本当の親子です、はい、そして実の父なので血もつながっている親子です、はいはい、でも DNA 鑑定の結果親子であるとは認められなかった、うん、はい、なんでなんで、まあ、さっきから問題文の通りですっていう言葉を何度も使ってると思うんだけど、うん、そうですね、それが多分キーワードなんだね。そうですね、もうこの問題文は事実しか書いてなくて、うん、このパターンが想像できないんだよね。だからこの問題文の通りに当てはまるようなパターンを考えるってことですよね。パターン、どんなパターンならば、まあ、それが当てはまる、それが質問です。はい、DNA 鑑定の結果は正しいですか？正しいです。うん、もう正しいだろうね。正しいのに生物学上の父であることは間違いないと。そうですね、うん、え、血もつながっていると。そうです、それに当てはまるパターン。じゃあ最大のヒント言っちゃうよ。 DNA 鑑定も間違ってない、はい、2人の親子関係も間違ってない、はい、間違っこの中での間違ってるというのは DNA 鑑定の結果親子ではないってことですよね、うん、ということは何かが違うから DNA 鑑定で親子ではないと認められたってことですよね、うん、さあ何なぜなぜ血がつながってるのに DNA は違う、うん、それが謎だね。まあ、要はこの関係を確認するのが DNA 鑑定じゃなかった。ウミオとカメオの何かで DNA 鑑定をしたわけですよね。で普通なら親子なので一致するはずじゃないですか、はいはいはい、親子ですと。でもそこをカメオの何かとウミオの何かってやったら親子じゃなかったって言われたってことですよ。親子なのに何か、さあなんで、ウミオかカメオはなんか手術で他人の細胞を自分に埋め込まれたりしたことがありますか？おお、全然違うんだけど方向がちょっといい感じに向いてきた。そういうことではないけども、そういうような、そんな壮大なことじゃないけど方向が向いてきた。質問です、はい、ウミオかカメオどちらか、はい、骨髄移植を受けたことはありますか？ありません。はい。でもいいよいいよ、みんな方向的にいいよ、そういうことだよ、そういうこと。ただそんなにかっこいいストーリーはないです。そんな DNA 鑑定って何でするんだろうね。あ、いいよ浜、いいよいいよ。いや、それはなんとなく分かるんだけど、血液か、確かにね、ほっぺたの裏側の細胞を取るね。あ、そうなの。みんななんか下手に知識がありすぎてちょっと違うんだよね。だよね。だよね。ちょっと頭が良すぎるんだよな。DNA 鑑定は血液でやりましたか？いいえ。ほっぺたの裏の細胞でやりましたか？いいえ。何でやったんだ？何でやったの？いや、もう質問していけばいいじゃん。でも、はいか家で答えないとダメだよ。うん、はいか家で答えた。唾液でやりましたか？いいえ。何でやったんだ？じゃあ何でやったかで、そうか。もう思い当たる全部言えばいいんだ。そうそうそう。髪の毛でやりましたか？はい。なるほど。髪の毛がどちらかが、回答したっていい？カツラだったから。正解。よし、よし、クイズ王。なるほど。なるほど。じゃあ答え送ります。はい、髪の毛か。なるほどね。なるほどね。髪の毛ね。答えです。息子の髪毛はまだ20代も半ばだというのに頭の上が薄くなってきました。父親の髪はでもふさふさだったので心配になり、父親の髪の毛を拝借して DNA 鑑定をしました。すると鑑定士が DNA が同行以前にお父様の髪の毛は作り物です。よかった。俺の父親は間違いない。父親はズラだったのだということで。なるほど。髪が薄い。水道して遺伝だと。そうですね、という問題。ストーリーが回答が面白いな。、うん、回答が面白い。ハゲ同士で遺伝だとなって。っていうね、
なるほどね。よし、プレゼント近づいたところで。いや、ちょっとスイッチは渡せないな。優勝して、まあ、まあ、今終われば俺がスイッチです。スイッチとは言ってないけどね。幅持ったからね。確かに。スイッチじゃないって言ってんだけど。じゃあ、商品は俺らが決めんだよ。決まってんだよ、商品。ゲーミング PC、ゲーミング PC 欲しいわ。じゃあ次の問題、次の問題いきまーす。はい、コーナーです。バスマジックリンの減りが異常に早いって話なんですけど、まあ、お風呂入るときね、僕は割と毎日浴槽に湯を入れてお風呂に浸かるんですけど、まあ、当然そのお風呂にお湯を入れる前にこうお風呂掃除するじゃないですか、軽くね。で、前まではこうスポンジでこう軽くこすってたんですね。こうで、バスマジックリンとかを、こう、シュッシュッと、こう、スポンジにつけて、で、その泡のついたスポンジでこすって、まあ、お湯で流してみたいなことをやったんですけど、最近こう、めんどくさくてですね、で、バスマジックリンのこの使い方を見ると、なんだろう、普段使いはこの、シュッシュッってやつをこう、ただ、パパパってやるだけでいいですと、シュッシュッ、特にこすらずにって書いてたんで、あ、そうなんだと思って。で、最近はそのお風呂掃除するときに、特にこう、スポンジは持たず、もうお風呂場に行きましたら、まあ、とりあえずこう、軽くね、こう、シャワーでこう、浴槽とかこう、床とかをこう濡らした後にバスマジックにこうシュ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 ってバーってかけて、で 2,3 分、まあ、5分ぐらいですかね、放置した後にこうお湯で流して、でこうお湯を浴槽に入れるみたいなことをしてるんですけど、そういうことをしてるとですね、何が起きるかというと、やっぱりこう全部にこうシュ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 ってやるので、バスマジックリンの減りが異常なんです。前まではこうスポンジにシュシュってやってからこう擦ってたんで、要するに1プッシュで結構な面積をこう洗えたわけですよ。でも週1週だとそんなにこう、なんだろう、この洗剤がついてる部分が少ないので、こう全体にやるとすると結構シュッシュやるんですよ。だからもう本当に今詰め替え用のバスマジックリンが1週間に1個なくなるみたいな感じのペースで使ってるんですね。いや、もう環境汚染ですね。よろしくないなと思いながら、ちょっとね、やっぱり、手軽さには勝てないという、いや、これよろしくない、ちゃんとスポンジで洗おうかな。またね、バイビー。